皆さんこんにちは。ビーレジェンド管理栄養士の布目です。今日は管理栄養士がおすすめする脂質ベスト5をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。まず一つ目なんですけれども、アボカドになります。アボカドは、森のバターと言われていたりするぐらい、脂質が取ることができるものなんですけれども、アボカドに入っている脂質の種類なんですけれども、まず一つ目は、オメガ9に分類されるオレイン酸というものが入っています。オレイン酸は動脈硬化の予防に効果がある、そういう栄養素になります。そして二つ目が、オメガ6のリノール酸になります。リノール酸は血液中のコレステロールを減らしてくれる働きをします。それ以外にもですね、ビタミン E ですとか、ベータカロテン、ビタミン B2、ビタミン B6、葉酸、鉄などのビタミンやミネラルも取ることができますので、おすすめの脂質、一つ目はアボカドを紹介させていただきました。二つ目は、サバになります。青魚ですね。サバだけじゃなくてね、サンマとかもいいかと思うんですけれども、青魚にはですね、DHA や EPA と言われる脂質が入っています。EPA や DHA というのは、悪玉コレステロールですね、LDL コレステロール、中性脂肪、コレステロール量というのを減少させてくれて、善玉の HDL コレステロール値を上昇させてくれます。その他にもですね、DHA は記憶力を良くするですとか、認知症の予防という分野でも今研究が盛んにされていて注目されている栄養素になるかと思います。その他にですね、サバからはタンパク質も取ることができますので、質の高いタンパク源にもなるかと思います。サバだけでなくて、サンマとかイワシとかでも取ることはできるんですけれども、サバですと割と一年中売っているので、いつでも手軽に手に入れることができる食材かなと思って選ばせてもらいました。そして三つ目はですね、高野豆腐になります。高野豆腐と聞くと脂質が入っているかっていうとちょっと意外かなっていうふうにお感じになるかもしれないんですけれども、たくさん入ってるわけではないんですが、脂質が含まれています。高野豆腐に含まれている脂質はオメガ3のアルファリノレン酸になります。アルファリノレン酸はですね、体内で EPA や DHA に変換されます。そしてレシチンですね。レシチンは細胞膜を作る働きをする脂質の種類になります。ですので、高野豆腐を取っていただくと、こういった脂質も取れて、なおかつヘルシーなタンパク源にもなりますので、おすすめとさせていただきました。そして4つ目はですね、今度は食品ではなくて、オイルですね。ごま油になります。ごま油ってね、すごく香ばしくって、ちょっと料理のアクセントとかにも使い勝手がいいかなと思うんですけれども、ごま油に入っている脂質は、オメガ3とオメガ6ですね。こちらの脂質が含まれています。オメガ3はですね、悪玉コレステロールや中性脂肪、そしてコレステロール値というのを減少させて、善玉コレステロール値を上げることができますし、オメガ6はコレステロール値を減少させることができますので、こちらもおすすめとなります。その他にですね、このごま油の中には、セサモールという抗酸化成分が入っておりますので、油って結構時間が経ってくると酸化してしまうんですね。酸化すると、その油自体が劣化するというか、油の鮮度っていうのが保てなくなってくるんですけれども、ごま油にはこのセサモールという抗酸化物質が入っているため酸化しづらい、油一気に使い切ることができないと思うんですけれども、そういった保存しておくのにも良いかなというふうに思います。そして最後5つ目はオリーブオイルになります。オリーブオイルの中には、オメガ9のオレイン酸という脂質が含まれています。オレイン酸はですね、動脈硬化の、予防が期待できる栄養素となっております。ですのでご自宅で、料理するとき油使うかと思うんですけれども、ぜひその使う油っていうのをオリーブオイルに変えていただくことで、普段の生活からですね、より良い質の良い油っていうのを取ることができるかと思いますので、ぜひ変えてみるっていうのをやっていただいてもいいかなというふうに思います。私はもう料理するときには、あまり普通の植物油って使ってなくって、ほとんどオリーブオイルを
もう何の料理でもベースとして使うようにしています。ただですね、5つご紹介させていただいたんですけれども、まあいずれもですね脂質にはなりますので、摂りすぎというのには注意していただかないといけないかなと思います。やはり、脂質は摂りすぎてしまいますと、まあ、肥満につながりやすかったりですとか、生活習慣病につながってしまいますので、適度な量というのを守って摂っていただければと思います。それでは今日は管理栄養士がおすすめする脂質ベスト5をご紹介させていただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。